はい、皆さんこんにちは。本日紹介する、iPhone ケース、こちらになります。みんな大好きケースメイト。これですね、ただのケースではありません。なんとこれスタンドになっちゃうんです。これがスタンドになるんですよ。さて、じゃあどうやってスタンドにするか。このね、ケースメイトのこのロゴがあるんですけど、これをポチッと押すといいでしょ、男らしいでしょもう一回いきますよ、わかりますか、はい、これを押すことでなんとね、これがねビョン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 するんですね。これがスタンドになるんです。もちろん縦置きだけじゃなくて横置きも OK です。これね、どんな時に便利かっていうと、そのレストランとかでね、やっぱり携帯とかいじくりたいんですよ。ただ手に持って携帯をいじくるとね、ちょっと下品。一緒やそんな時とかで、やっぱりこのまんま Facebook 見たりとか Twitter 見たりとかするとね、結構いいんじゃないですか。おしゃれです。あとはですね、一緒に充電もできるんですね。ケーブルをガチャンとさせて充電をしながら、このようにスタンドとして使うこともできます。あの iPhone 4S 両対応になってますし、ここのね、カメラ部分すっごい大きく開いてるんですよ。こんだけ大きく開いてるね、iPhone ケース今まで見たことありません。すっごい大きい。さすがここら辺とかもね、ケースメイトさんやるところが違うんですよ。目につけるところ違うんですよ。はい、あとは、イヤホンジャック部分もこんだけしっかり開いてるんで問題なくお使いいただけます。充電の時のケーブルも OK です。これいろんな人とかにもう僕見せてるんですけども、いろんな人にもお、そのケースいいねとかもうかなり言われました。結構おすすめです。ぜひあの使ってみてください。結構ね、一回つけてみるとハマっちゃうと思います、うん、楽しいです。